はい、今回のテーマとしては対つぶらかラバーに対して注意すべきポイントについて解説をしていきたいと思います。特にレディース選手であったり、中級者ぐらいの層だとトーナメント戦を勝ち上がるために綺麗な裏の選手とだけ試合をすることって少ないと思うんですよ。表ソフトの選手であったり、今回お話をさせていただくこの粒高ラバー、こういった選手と試合をして、そこを超えてまた勝っていかないといけないっていうことがトーナメントだと特に多いんですよね。でそうなった時に対裏に対しては自分の実力をしっかり発揮することができても、粒高ラバーに対しては何をしていいのかわからないといった状態になって、もうあれよあれよという間に負けてしまう。そういった選手はなかなかトーナメントで優勝することは難しいです。でそこで今回は私個人の考えにもなるんですけど、粒高ラバーと試合するときはこういったポイントに気をつけて試合をしてもらう、そこをご紹介していきたいと思います。でその一つ目としては、粒高ラバーに複雑な回転を送りすぎないということです。粒高ラバーというのはやっぱり相手の回転に対して大きな変化が加わってくるんですよね。よく言われ方だと、ドライブの上回転に対して、下回転で強い下回転で返ってくる、そして下回転のボールに対してはプッシュ気味に押し出すことによって上回転気味のボールで返ってくる、これが多いんですよね。ただこれだけだとまだ分かりやすいです。でその中に横回転であったり複雑な回転を自分から加えすぎてしまうと、返ってくるボールに変化がつきすぎてしまうんですよね。でそのボールに対して的確に自分が調整して合わせて攻めていくというのはすごく難しいことなので、やはり粒高ラバーと試合をするときは単純な回転で勝負してもらった方がいいです。上回転下回転、そういった回転で戦っていただいた方が次返ってくるボールに対する変化も読みやすくなってくるので、マッチが作りやすくなってきます。粒高ラバーに対して多いのがやっぱり自分自身の自滅なんですよね。自滅が多いというのはこの粒高ラバーに慣れていないというところもあるかもしれないんですけど、ボールの変化が読めないようなことを自分からやってしまっている、ここもありますので、まず注意していただきたいポイントの一つ目になってきます。二つ目のポイントとしては、自分自身が攻めることにこだわりすぎないということです。これ男性の方とかよくあるんですけど、やはり対攻撃型に対しては自分から先手を取って強く回転をかけていくプレーであったり、仕掛けていくプレーを対応すると思うんですよ。ただそれをしすぎてしまうと粒高ラバーに対してドツボにはまってしまうことがあって、粒高というのはどちらかというと攻めるよりかは守るであったり相手の回転を利用して返球することが多くなってくるんですよね。でそういった相手に対して自分から攻めるということは、相手に粒高のラバーをしっかり生かして戦うように仕向けているようなもんなんですよ。でそうなるとやはり相手の土俵で常に試合を続けないといけなくなってくるので、よっぽど攻撃力がない限り難しいんですよね。なので対粒高に対しては自分から攻めるだけではなくて、ちょっと相手に攻めさせるようなボールを送ってもいいと思っております。ふわっと、粒高側にチャンスボールのようなボールを送っても、意外と打ちにくいですよね。実際にこれは粒高ラバーを使って、打ってもらったら分かるところなんですけど、やはり浮いてきたボールに対してパチンって弾くのは技術力が必要になってきて、それを完全に安定させて打ち続けられる選手って意外といないんですよね。でそうなった時に相手が取る選択肢というのは、やはり浮いたボールに対しても繋いでくる、でそこを狙いすましてバチッて打つような展開を作ってもらうと、試合の流れも引き寄せることができますし、無理しなくてもいいんですよね。一番良くないのは先ほどお伝えさせてもらったように自滅なんですよ。自分から行こうと思い込みすぎて、打ちミスを繰り返してしまう、そうなってしまったら試合の流れもどんどん相手の方に移ってしまいますので、無理な時はあえて相手に打たせて、それを取る準備をしておく、そういったメリハリをつけてもらうことも対粒高に対しては大事かなと考えております。3つ目としては、短いボールを送りすぎないということです。これは粒高ラバーだけではなく表ソフトでも言えることなんですけど、こういったラバーって回転の影響を受けにくい、そして球離れがどちらかというとパンって弾くような速いプレーが多いので、あまりこう短いボールをポンポンポンって簡単に送りすぎてしまうと、上からこう押し込まれるようなプレーが多くなってくるんですよね。表ソフトでもそういったことってよくあると思うので、やはり対粒高に対しては
長いサーブから長いボールの展開を多く作ってもらったらいいかなと思います。その中に変化をつけるために短いボールを送るのは全然構わないんですけど、やはり上から押し込まれるようなボールを打たれてしまうと、粒だからバーなんてナックルも強いから、なかなかこうしのぎ続けるのが難しくなってきます。逆に深いボールを自分から送ることができれば、やはり相手も表ソフト、粒高系のラバーを張っている選手で前陣でプレーすることが多いから、詰まって自分自身の変化をつけることがなかなかできなくなったり、逆に相手の自滅を呼び込むこともできるんですよね。どちらかというと大きいラインに持っていくって意識を持ってもらった方がいいですね。対粒高のやはりちょっとデメリットになってくる部分は、強烈な攻撃力というのを作りにくい部分だと私は思っているので、そういったちょっと自分から攻めなあかん状態っていうのを自分で作り出してラリー戦で優位に立ってもらうというのが、対粒高に対してはすごく有効的かなと考えております。その長いボールを送るときも、先ほどのポイントと同じように複雑な変化はつけないように、ロングサーブを出すとしても、上回転のロングサーブであったり、下回転のロングサーブ、またナックルロングサーブといったサーブも有効的だったりするんですよね。自分から変化をつけることができないので、返ってくるボールもややナックル気味の単純なボールになってくることが多いので、マッチさえ作ってしまえば自分から攻めていくこともやりやすくなってくると思います。このように単純かつちょっと台の奥に落ちるようなボールを取り入れてもらうことによって、対粒だからバーに対する戦い方はすごくやりやすくなってくると考えております。最後4つ目としては、粒だか側を狙うことにこだわりすぎないということです。これ意外と粒だか打ちが苦手な選手のあるあるだと思っていて、苦手やのにその苦手なところを狙い続ける人がいるんですよね。だったらその相手の変化に振り回されてうまいこと卓球ができなくなるだけなのに、その苦手なコースになぜか送り続けてしまうんですよね。ペンホルダーの粒だかだったら、また話は変わってくるんですけど、やはりシェイクハンドでバックに粒だかを張っている選手だったら、フォアめのラバーって表ソフトか裏ソフトだと思うんですよ。だったらそっちを狙えばいいんですよね。だからラバーの変化に対応できないのであれば、フォア側を狙ってしまえば返ってくるボールはやはり単純なボールになってくるから、それを待ち構えて自分から攻めていくであったり、相手を振り回すような展開に持ち込んでもらうことがやはりいいですし、ペン粒とかでもやはりバック側よりフォア側の方が自分から変化をつけることって難しいんですよね。体から遠いところにもなってしまうので、どちらかというと自分から打ちに行くようなプレーだったりボールが浮いてしまうことがあるので、そこを狙って攻めていく、こういったやり方がやはり私のおすすめになっております。粒高の変化に対応して攻めていくことができるのであれば、逆に粒高を狙ってもらうのも一つの手段なんですけど、無理なんやったらそこは割り切ってしまった方がいいです。中途半端に粒高を狙い続けて相手の思ったようなプレーをさせてしまうぐらいだったら、完全に粒高を外して相手のフォア対ランダムで試合をするような気持ちで行ってもらう方が、意外と自分自身が戦いやすかったりもします。そこの相手やその場面において自分の戦い方を柔軟に変えてもらうというのも、対粒高でもそうですし、他の選手相手でもやはり意識をしていただきたいポイントになっていますね。まとめとしては、粒高ラバーが苦手な選手っていっぱいいると思います。ただその粒高ラバーの苦手な人の多くがやり方を知らないんですよね。粒高ラバーに対してこういったボールを送ったらこういったボールが返ってくるだったり、粒高の人はどういったボールが嫌がるのかといった部分を理解せずに、ただ飛んでくるボールが変なボールやから、なんか打ちにくいな、嫌やなと思ってしまっている人がほとんどだと思うので、しっかり戦い方であったり相手の打ってくるボールというのを理解すれば意外と怖くないんですよね。なのでしっかり分析をすること、また相手のその使っている粒高ラバーによってもボールの変化というのは変わってくるので、ラバーの知識もしっかり持っていてもらった方がいいですね。1枚ラバーであったりスポンジが入っているのか、またスポンジの厚さですよね。でそこでまたラバーの性能も変わってくるので、こういった粒高、こういったボールが来やすいなっていうのを、事前に調べておくことも、試合に勝つためには、すごく大事な要素かなと思います。皆さんの参考になれば幸いです。もしこの動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。